今回は LTSPICE でシミュレーションした結果をシミュレーション結果の時間等間隔データでテキストファイルとして出力するという方法について解説します。まず例題として使う材料は、えー、LT3684 というスイッチング電源高圧のスイッチング電源で定格3 4ボルト出力電流2アンペアのものを用意しています。 入力電圧は今 12v で出力の電圧設定は3.3ボルトにしてあります。出力抵抗1.67オームで電流は2アンペアになるようにして回路が構成されています。シミュレーションを実行し、出力電圧をプローブします。え、いくつもプローブはできるんですけれど時間の都合で出力電圧だけプロットします。ここで。 出力電圧、どういう間隔でデータが並んでいるかっていうとグラフの上で右クリックし「ビュー」から「マークデータポイント」というふうに選ぶとデータのあるところにこのようにマーク、点々が表示されます。これによって等間隔ではないデータなんですけれど非常に細かく細かい計算が必要なところは時間間隔が細かくなっていることが分かります。これで、 これを等間隔に直すのにはちょっとトリッキーな手法があるんですけどここで FFT とやりますで。選ばれている信号をそのまま使ってデータポイントここがツボなんですがさっきのシミュレーション時間500マイクロセックだったのでここにポイント数5万ポイントと入れてスムージングのポイント数はデフォルトの3ではなくここは1にして OK をします。 それでもう一度このスペクトラムの上で ViewFFT とやってまたここのポイント数を先ほどの5万ポイントと同じ値に合わせて OK 信号の選択は1つですからそのまま表示できてこれで拡大を表示をすると右クリック View ーマークデータポイントってやることでこのようにしてここからここまで時間間隔を 確認すると、えー、今約10ナノセックだっていうことがこの左下のポイントで分かります。さてこれを吐き出すんですけれど右クリックしてファイル、えー、ここにある Data as Text とと、いううのを選んでもらうとこのようななこことになります。えー、これがその結果ですけれどここにあるように、えー、タイムこっちが V o u t のデータですけどタイムから 1>, えー、1かける10のマイナス8乗要するに10のノ20のノ30のというふうに一連の連続したデータが等間隔であるということが、えー、見て取れますこれで解説を終わります